はい、始まりましたいちいチャンネル。今回はですね、皆さん見てください。なんだかわかります？とある実は発表会に来ているんですけれども、今回ね、こちら梨なんですよ。鳥取の名産のお梨なそうなんですが、お梨って言っちゃった梨なそうなんですけれども、こちらの梨を使って梨酢っていうものが生まれまして、実はマイハニーさんっていう、ちょっとこちらにじゃあちょっとデデンっていう風になってみましょうかマイハニーさんっていう蜂蜜専門の、あの食のですねブランドさんがありまして、でこちらがあの本当に私、あの例えばなんだろうな、どれぐらい前からかな、もう多分マイハニーが誕生してからすごくファンになったんですよね。で、まあ、普段蜂蜜ってね、例えば喉が痛いなとか、あとはちょっと紅茶に入れようかなとか、あとはちょっとヨーグルトにかけて食べようかなっていう風に、これまで普通になんかこう考えていたことが、実はなんかその蜂蜜の概念をぶわっと変えるきっかけになったのがマイハニーさんですね。本当にこれ見てください。こちらあの、ね、こちらの商品はこれまでそのマイハニーさんが作り上げてきたその商品の一部になるんですけど、実はね、見てほしいのがあって、これチューブタイプで、どれくらい前かな、1年くらい前に多分発売された、まあ割とこう新商品になるんですけど、実はこれのオリジナルがあって、オリジナルが実はこの瓶のタイプなんですけど、これ一見皆さん何に見えます？これね、チョコレートに見えるでしょ、だけど実は違うんですよ。こちら蜂蜜なの。蜂蜜、っていう感じじゃないですか。だけどね、原料という、もう原料で言うと、蜂蜜とココアパウダーと米油と食塩だけの、本当にもうナチュラルな食材だけでできている蜂蜜のチョコレートハニーなんですよ。だからこれがね、本当にね、発売された時に私はものすごくこれまでのその蜂蜜っていうものの概念がめちゃくちゃ変わって、なんだろう、蜂蜜を食べると本当にまあ健康になるとか、ヘルシーでいいとかっていう風にいろんな要素があるんだけど、でもなんかその蜂蜜で、実はなんかもう普通にね、味もチョコレートなんですよ。普通にチョコレートなのだけど、なんか食べるだけでこう体からなんかこう美しくなれるというか、なんか元気になれるのってなんかとっても素敵だなと思って、あのこれまでね、ずっとこのマイハニーさんを私ちょっとこう個人的にちょっとこう推しなんですけど、さあということでですね、もう今日はね、もうなんかもう本当にハッピーデーなわけですよ。というのも本当にもうめちゃくちゃ大好きなブランドさんなので、なんかもうその大好きな気持ちをまずはもう伝わってほしいなと思って、あともうやっぱり蜂蜜、やっぱもうこれからやっぱ本当に乾燥もしていくし、ちょっともう風邪ひいちゃうなとか、少しもうちょっと元気欲しいなっていう時に、やっぱりビネガーだったりとか、その蜂蜜でやっぱりこう潤して、もっともっとみんながやっぱ元気になってほしいので、ということでね、あの今回のこの発表会でまず1位ちゃんがめっちゃ驚いたのがこちらの2つ。まずはこのミニトマトの梨酢と蜂蜜マリネということで、実はさ、多分さ、いちじちゃんを多分知ってる人は分かると思うんですけど、いちじちゃんのトマト苦手なわけですよ。本当にあのちっちゃい時ミニトマトが特にちょっと苦手だったんですけど、まあ、 あの親になってね、あのちょっとこういろいろ食卓にさ苦手なものあるとさっていうのもありつつも、まあ、でも進んでこうあんまり食べなかったわけだけど、今回めっちゃびっくりしました。見てこちらね、梨と今回バジルと、あとはミニトマトが入って、で梨酢とその蜂蜜を使ったビネガーを使ってのご飯というかピンチョスだね。はい、ということでいただいてみます。本当だね、本当だね。なんかね、さっき実は1回あの試食をさせてもらってるんですけど、まずは私今一気食いをしたじゃないですか。一気食いをしたら全部のハーモニーが重なる。これ本当マジックだね。なんかミニトマトの美味しさも十分伝わるし、かつ梨のやっぱりジューシーさと、あとは真ん中に挟んだバジルが香りを、なんか結構オーケストラ口の中オーケストラだね、すごいね。いや美味しいです。なのでなんかほんとビネガーいろいろとなんかこう使い勝手がいいなっていうふうに思いました。そして
あともう一つ、こちらは梨酢と蜂蜜の彩りピクルス。蜂蜜とさ、この梨酢ってどんな味がするのかなっていうことだと思うんですけど、美味しそうでしょ。いや全然酸っぱくないんだよね。でかつさ、お野菜の甘みがこんなになんかこう引き立つっていうのは結構珍しいかも。やっぱなんか酢の物って結構取り扱いがなかなか難しいんですよ。本当になんかお酢だけなんかこうオンリーで、まあもちろんそのなんていうのかな、お漬物だったりとかピクルスとかっていうのをやりたいんだけど、やっぱりその酢の配合とあとちょっとしたやっぱりお砂糖の配合っていうのはやっぱ結構この比率ってすごい難しくって、でピクルスってなんか結構酸っぱいなっていうところでやっぱ子供が苦手だったりするんだけど、でもこちらの梨酢とこの蜂蜜っていうのはやっぱりこの多分ベースとしてのやっぱりこの梨のやっぱりまろやかさっていうのがなんかこの酢のツーンとしたのを結構和らげてくれるのかなっていうふうになんか感じました。めっちゃうまい。いやー、ということでですね、なんか今回の1チャンネル、なんか今までこの1チャンネル見ててくれている人はなんかちょっとなんか何なの、どうしたのみたいな感じでコメント欄が若干来るかもしれないんだけど、若干ちょっとなんか宣伝っぽくなっちゃったんですが、でもなんかね、やっぱり好きなものをなんかとことん極めたりとか、それがやっぱりこう食べることっていうのはさ、やっぱ生きていくことだし、やっぱ元気なやっぱ源になるわけですよ。でそれをやっぱりこの1位チャンネル、やっぱこう1位が本当に大好きなものをやっぱりお届けしたいっていうことで、まあ、今回あのマイハニーさんでちょっと撮影をさせていただきました。皆さんもう多分編集が終わった頃には多分発売されてると思うので、ぜひぜひちょっとチェックしてみてほしいのと、多分1位ちゃんは結構ボトル買いを多分しそうな気がしますよ。ということで今回の1位チャンネルは、1位ちゃんがすごい大好きなあのものに囲まれてというお話でした。ではね、バイバーイ。